こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、ついに6月15日ですね、あと2日後に迫りました。アサンティック埼玉05店オープンということでですね、今日は、こちら埼玉05店の行き方と、あとは営業時間等のお知らせをしたいと思います。営業時間はですね、前回、前に話させていただいた時と変わっておりません。平日がですね15時から20時、そして土日祝日が12時から20時ということで、定休日がですね水曜日と木曜日になっております。でね、土日祝日に関しては前回の動画でもご説明させていただきましたけども、ホームページから予約制、完全予約制となっておりますのでご注意ください。でね、お店の情報だったりはホームページ、もしくは、公式の Twitter、Instagram の方でですね、そちらも概要欄に貼っとくんですけども、そちらで、発信していくので、急なね、お休みだったりっていうのはまあなるべくねないようにしたいです。急な休みっていうのはないようにしたいですけども、そういう臨時のね、ご連絡だったりっていうのは Twitter、Instagram で発信していきますのでよろしくお願いします。それではね、こちら、埼玉05店への行き方をちょっと説明したいと思います。道路からねちょっと説明します。ということでね、ここが、お店の前の国道になりますね。国道になります。こっちからかあっちからかね、来ていただいて、目印がこのお地蔵さん、このねお地蔵さんが目印になって、ここからですね入ってきます。ここに、こっち側にね、こっち側に入ってきます。こうやってね進んでって、でここでね分かれ道あるんですよ。こっち側とこっち側にあります。こっちに行ってもね、家のある方には行くんですけど、こちら側からはね入らないようにしてください。ちょっとね道が狭かったりするので入りづらくなってますので、こちら側はね行かないようにしてください。そのまんままっすぐ進んでください。はい、こんな感じで、このね正面がね土手になってまして、そこをこうこちら側に行くとこんな感じになっております。このように、開けてまして、一応ですねここが、駐車場になりますね。こっちのね右側にメダカというのぼりがありますけども、こののぼりがねメダカ屋サバンナさんのお店になってて、共同ですね、こちらの駐車場が共同で使うことになりますので、こちらにね止めてください。でね、こちらね駐車場の方止めましたら、こっち側にね、進んでください。こうメダカのトロ舟がバーッと並んでて、こんな感じでちょっと物がね散乱している状態ですけども、こんなね、感じで進んでもらうと、ここに出ます。ここもちょっとまだ人がね一回来るもんで、ここに、テーブル等を一回出してるんですけど、ここを通っていくと、プテラ君がねいます。プテラ君がいて、ちょっと畳がねここにありまして、この畳はすぐにねオープンまでには撤去しますけど、ここにあって、そしてこちらですね、こちらが、はい、お店になります。ここを入って入店という形ですね。はい、ということでお分かりいただけましたでしょうか。こんな感じでね道路からの入り方でございます。駐車場をね間違えずに、入ってきてもらえたらなと思います。でですね、オープン日、6月15日なんですけど、15日がですね火曜日になります。で、通常通りだとね、水木ってこう、定休日なので、15日オープンして16日次の日がもう、定休日になっちゃうんですけども、オープンだけですね特別に、ちょっとずらします。火曜日の15日オープンして、16日も開きます。お店の方開きます。で、その週だけですね、木金とお休みをいただきます。ちょっとオープンの週だけ
あの定休日変わっちゃうんですけども、ちょっと1日ずれて、15、16オープンして17、18が、定休日ということで、でね、ホームページから予約いただいて土日営業して、っていう形でね、あのオープンの方やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、オープン日と、次の日ですね、16日に関してはオープンの時間をですね2時間早めました。13時ですね、午後の1時から、オープンということで、15、16は、13時からオープンなので、よろしくお願いします。そこだけねちょっと、変更があるんですけども、皆さんのね、ご来店をお待ちしております。またね、あのオープン日と、次の日、15、16と来ていただいたお客様には、静岡が本店のね方たちも来てくれるんですけども、お土産だったりの、プレゼントもありますので、ぜひね、皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。ということで、今回の動画こんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。